皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、見える目を持てるか持てないかが宝の山を見つけるビジネスセンスになるというお話をしたいと思います。この話をしようと思ったきっかけがですね、 ある経験値を私のクライアントさんと一緒に体験したんですね。まあ、それはもちろんビジネスに関わる内容なんですけれども、その時に彼女が持った感想と私が持った感想が、まあ、そもそも違う。そのビジネスっていう観点から考えた時にですね、ということはやはりそのどういう目線からその事象を捉えていくかということで大きくビジネスが伸びたり伸びなかったりするので、今回そのクライアントさんが悪いと言っているのではなくてですね、さらにこういう形で考えていくとビジネスは広がりがあるよっていう考え方の訓練ですね、それをちょっとお伝えしたいなというふうに思います。まずですね、見える目持てるか持てないかっていう形なんですけど、見える目っていうのはまあどういうものなのかっていうと、そうですね、例えば何か、ビジネス上でですね新しい体験をしたとします。何かができるようになったとか、今までやってなかったことがこうできたとか体験をして、でその体験にチャレンジをしてできた、これ自身はやはりものすごく素晴らしいことだと思いますし、その経験値がまあ同じような状態になった時に次に役立つわけですから、それはそれで絶対的に素晴らしいことなんですね。ただその時に、その何か経験した経験値ができるようになったという、まあ、これ事実になるんですけれども、そこだけでもしも考え方が終わっていると、まあ、自己成長の中でですね、私もよくお話はするんですけれども、過去の自分から1ミリでも多く前進している、ないしは1ミリでもいいから高く上に上がったみたいな、そのことを褒めてくださいっていうのは言ってるんで、そういう観点からすると0から1を作るということはとても大変なことなので、それにチャレンジしたっていうことはとても素晴らしいことだと思っているんですね。だけれどもその過去の自分と比べてできたっていうのは自己満足というか自分の中の確認事項なだけで、まあ、例えば次の同じような案件が来た時にもっと早くできるかもしれないとか、そういう訓練にはなるかもしれません。ただそのまんまで終わったらそれ止まりなんですよね。例えば今回の出来が8割だった時に次回9割にやろう、これ悪くはないんですけれども、まあそこまでっていう形になります。さらに発展させていく時に、まあどういう目を持てるかっていう話が、まあ、宝の山を見つけることができるビジネスセンスを磨くことになるっていう話なんですけれども、例えば何かできるようになったことがあるとします。まあ、それはおそらくクライアントさんに向かっての新しいサービスであったりするケースがあるんですけどもね、モニターとかで体験をしたとかやっていただいてとかっていうのはいいんですけれども、まあ、それをやった時に例えば相手の方が喜んだとします。でその喜びポイントはどこだったのかっていうのはまず考えます。自分の成長がっていうのは最初の段階でクリアしてますからね。相手のクライアントさんの喜びポイント、どういうところに喜びを感じてくれてそのサービスをいいと思ってくれたかっていうことに目線をまず注ぎます。そうすると、あ、自分はこういうことがきっと喜ばれるなと思ってサービスを提供した、だけれどもこの方はここを喜んでる、こっちを喜んでるとか、いろんな喜び角度とポイントが出てきますよね。そうした時に、あ、それももしかして同じように喜ぶ誰かがいるかもしれないというふうに考えることができたときに、その誰かっていうのはどういう属性の人なんだろう。まあ、今回はたまたま A さんっていう属性の人でした。A さんと同じようなタイプの人を見つければ、同じサービスを誰かは喜んでくれるんだろうかとか、それか A さんっていうのはじゃあどういう属性、どういう切り口の人で考えたらいいのか。まあ考え方的には年齢なのか職業なのか、あとライフスタイルなのか考え方なのか趣味なのか、いろんな切り口はあるんですけれども、喜んでもらえた A さんと似たような人たち
を見つけることができるのであれば、その1個新しく作ったサービスとか提供したサービスを水平展開していくことができるんですね。だから何かを経験した時に、あ、自分ここまでできるようになった、よかっただけでもしも終わっていたら、それ1段階です。次は、似たような同じサービスを求める人はいないだろうかっていうのを考えるのが第2ステップですね。水平展開、水平思考っていうふうに言ったりはするんですけど、同じような人はどういうタイプの人なのか、これは分析になります。仮説とかも入ってくると思いますけどもね。で、今回のじゃあ例えばサービスを喜んでくれた A さんは50代、職業は看護婦さんとかね、まあ何か分かるような共通するようなものとかあって、でその人はこういう悩みを抱えてるから、だから今回の私のサービスが刺さったんだとか、その内容を分析していきます。でその A さんに似ている人を探していきます。その人たちはどこにいるんだろうか。特にですね、束になっている場所がいいですよね。どちらかっていうと、あの個々にもちろん SNS 発信っていうのは必要なんですよ。ただ SNS 発信はどちらかっていうと、あのプル型といって、自分は発信するんだけれども、見に来てくれる人がいたら初めてこう引くことができる、プルっていう、引くっていう意味なんですけどね。でも自分があのダイレクトにアプローチする場合には、プッシュ型といって連絡をどうにか取るような方法でサービスを伝えることができないだろうかとかね。じゃあ例えばその看護婦さんっていうのが仮に見えたとしたら、病院にどうやってアプローチできるんだろうかとか、まあ、なかなか難しいんですけどね、はい、職業別で行く場合にはですね。ライフスタイルとかで例えば切った時に、映画が好きな人がどうやら私のサービスを喜ぶらしい、じゃあ映画館に行くような人ってどこにさらに立ち寄るんだろうかとかね。映画館でいきなりビラは配れないでしょうからね。そういう何か、そういう人たちは一体どこに出没するんだろう、どこに多くいるんだろう、 SNS 上でも構いませんし、リアルでも構わないんですけれども、それが特定できてくると、例えば何か新しい一人の人のために作ったサービスがあったとしても、水平展開しようっていう意識でサービスを考えるとですね、どこに似たような人はいるんだろうっていうふうに考えることになると、一個を生み出したのが10倍とか20倍の資産を生むかもしれないビジネスに仕上がっていく可能性があります。なのでそれができるかできないかっていうのは、その時の経験値をさらに深掘りして、自分が誰に提供したら喜んでもらえるのか、ここを考えるとまたビジネス広がりますよね。単なる経験値、頑張った私っていうところじゃない、もう一段上に行きます。でさらに3ステップ目ですね。もう一段行くと、水平展開もするんですけれども、さらに今度垂直展開ですね、深掘りしていきます。そのサービス単体は今こういうサービスになった、だけれども自分が持ってるスキル、これとこれとこれを組み合わせてさらに厚みを増していくと、もっと単価アップできないだろうかっていう、そういう感覚ですね。深掘りしていく、水平じゃなくて垂直の展開になります。例えば、私がそうですね、そうだな、じゃあ例えば A というサービスを私が持ってたとします。で私のスキルから言うと、そこに B と C と D みたいなサービスをちょこちょこ単発のメニューで持ってたとしますね。でそれを組み合わせると、これが ABCD っていう価値のものになるのを作れないかという観点から、新しく作ったサービス A というものを考えていくことをした場合にですね、そうすると A から D になりますから、当然単価は高くなります。ただそれが高くなったとしても、欲しい人はいないだろうかっていう観点でまた探したりすると、A というサービスを作ったきっかけで BCD というこのセットものですね、これを作っていくことができると、単価アップっていうのは必ずしも値上げをすることだけではなくてですね、組み合わせをすることによって、他の人が作れない価値をもしも作ることができたら、まあ、その領域っていうのは独り勝ちになるわけですよね。まあ、ポジショニングマップとかっていうのも作ったりすることはありますけれども、要は誰ももしもそれを提供していなくて、かつ世の中の市場で人々がですね、そのサービスを欲しがってるという調査ができたのであれば、多少値段は高くてもですね、普通に売れていきます。まあ組み合わせ掛け合わせっていう部分になるんですけれどもね。
なので、今1個 A という仮にサービスを作ったとしたら、それを水平展開、横広がりで、人物属性において喜んで買ってくれる人はいないだろうかっていう考え方、まず水平展開ですね。で、あと垂直展開です。何か付け足してってボリュームをアップして、さらに、世の中には求められてるけれども他の人が提供していないサービスを作ることができたら、結構高単価でその内容を、発信していくことができるようになります。そして同時に、それは誰なら買ってくれるのかっていうのは常に考えなくてはいけないんですけれどもね。ですから、考え方の癖として、1個何か体験したとするじゃないですか。それを水平と垂直で、そのサービスを深掘りできないかって、これ頭の訓練なので、私はその組み立てがどっちに組む時にもパッパパッパ芋づる式に出てくるんですよ、アイディアが。だから多分新規事業部とかが向いてるタイプだったんだと思うんですけどね。あ、これをこうくっつけてこうくっつけてこうやると、おお、違う価値のこういうものができるよとかいうのが、割と瞬時に、もうそれこそ30秒とか1分レベルでバーッとつながって作っていくことができるんですね。ですから今回、同じ体験、こういう商品ってどうかなっていう1個体験をした、私のクライアントさんと共通で体験をした後に、私がこういうサービス展開できないかな、あ、これがサービス展開できるとこうできるんじゃない、あ、これもできるかも、これもできるかもって、その場でバーッと思いついたことを、まあ15分くらいパパパパって伝えましたけれども、そのレベルで、もともとのサービスが例えば2万円とか3万円ぐらいだったサービスなのが、その話をしてるだけで20万から30万の商品作れるねっていう話になっていったんです。本人は全然その自覚がない。でも切り口を変えて、見せ方を変えたりして、価値が上乗せされるような、そういう展開をすることができると、瞬時に、高額な商品を作っていくこともできたりします。これは全て何なのかって言ったら、見える目を持つか持たないかっていう、ここが一番大きなポイントなんですね。だから、コンサルタントっていうのは、それももちろん一つ仕事になると思うんです。本人が気づいてない価値を客観的な目で掘り起こして、価値に変えてあげて、理解させて、それのサービス提供していただくような方向に導くというか、アドバイスする、コメントするとかっていうのがね、コンサルタントの一つの役割だと思うんですね。だからその気づきが、もちろん自分でできるようになって、全て大丈夫になったらコンサルタント多分いらなくなると思うんですけどね。まあ、それ以外に、メンター的に使ってるとかね、軌道修正する時にはその人の目で自分の、間違ってる過ちをこう戻してもらうとかって、メンター的になってる場合には多分ずっと付き合っていくことになると思うんですけれども、自分でそういった考え方を持つことができるとですね、簡単に売り上げを大きくしていくことができるようになるんですね。だから何かを仮に体験をした、何か新しいサービスを作ったって言ったら、その時に同時に他にもこれは展開できないだろうか、2個3個4個ぐらいアイデアとかを考えてみるっていう癖をつけておくと、それを全て実行する必要はないんですけれども、いいアイデアが仮に思いついたら、その準備、長期案件だとしたら準備し始めて、ここら辺でじゃあ花咲かせようとかっていうのもできるじゃないですか。そうするとですね、ビジネスいろいろ安定してくるし、経験する、体験すること自体が楽しくなってくるので、そんな考え方もですね、ぜひ取り入れて、一つの事象体験をする、ないしはサービスを作ってみる、その後ですね、大事なのは、あ、私ここまでできた、よかったではなくてですね、水平と垂直、この展開ができないかどうかっていうのを常に考えていると、仕事の効率が3倍、5倍、10倍っていうふうに簡単に価値が生み出せるようになります。これアイディアの部分が結構多いので、訓練しないとアイディアってね、思いつかないんですよ。だから、基本はお客様のためになります。このサービスは誰に喜んでもらえるんだろうっていう、誰っていうのを必死に考えると、その人の出没ポイントを考えることになりますので、それによって新たなビジネスの展開が広がっていくっていう可能性がありますので、ぜひ水平垂直思考、こちらを持っていただけるといいかなっていうふうに思いますので、ご参考にしてください。それでは。